p t ウィリアムズはカナダのプロレスラー、オンタリオ州ウィンザー出身。主戦場は六角形リングが特徴のティネで、クルーザー級の選手を中心にエクストリームなレスラーが戦うティネ独特の試合形式、X ディビジョンで活躍、また同団体ユニット、チームカナダのリーダーを務めていた。特徴はエクストリームなカテゴリーのレスラーらしく、クリストファー・ダニエルズ。 アージスタイルズ同様人間離れしたムーブ。その超躍力と性格性で観客を驚かせている。2001年、カナダレスリングスクールに入門。後に、チームカナダのマネージャーとなる、スコット・ダ・モールのもと、X ディビジョンで戦うことになる、クリス・セービンと共に、レスリングの訓練を受け、2002年ガモアの主催するインディー団体で、プロレスデビューを果たした。高校生の時から、 もうすでに必殺技カナディアンデストロイを使っていたと発言していたが、その真偽はかなり疑わしい。数年間、カナダやアメリカ北東部のインディー系団体を転々とする日々を送った後2004年2月25日にティネデビューを果たした。チームカナダ入りしたのもこの時だった。その後ティネ独自の王座である X ディビジョン王座を5回、サモア上に敗れるまで、 約5ヶ月間にわたり防衛する。使用しているタイツとサポーターにカナダの象徴、メープルリーフをあしらった模様をつけている。2004年8月、ゴーリューバが主催したワップのギファ、有明大会、VS と萌谷にて日本デビューを果たした。2006年にはチームカナダの解散、ベビーターンを行った。その後 X ディビジョンの代表的選手として試合を続けていた。 2008年1月には新日本プロレスのレッスルキングダムツーイン東京ドームに来日2009年2月にティネを離脱全日本プロレスに初参戦を果たし4月のジュニアタッグリーグ戦にフィルアトラスとのタッグで出場サマーアクションシリーズにて行われるジュニアヘビー級リーグ戦にも参加が決定した2013年ティネの ワンナイトオンディ p BPV に出場するとともに3月にはロスターとして復帰を果たした。カナディアンデストロイヤーその他アメリカの各種インディ団体にてベルト獲得歴多数。ありがとうございます。